はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、このチャンネルではこのウェーブのボトムズシリーズのキット、ちょくちょく取り上げさせていただいてるんですが、その際にコメント欄なんかで前からちょっと気にはなってたっていう風に書かれてる方もいらっしゃって、今回はそんなあなたのためにウェーブのボトムズキットって、こんな感じだよっていうのを改めてまたご紹介させていただければと思います。で、今日遊ぶのはこの2023年4月、割と最近なんですけども、発売されましたブルーティッシュドッグ35分の1スケールの PS 版、こちらを僕購入しましたので、今日はこれでいこうと思います。パーツはこんな感じで、もう一つクリアパーツがついてます。これは PS 版のみについてるやつ。ひとまず並べてみたこの辺のランナーが、基本的にスコープドッグと共通のランナー。ポリパーツもボディに合わせてピンク色。あと先ほどのクリアパーツと、あとシールですね。これはレンズの部分に使う。で、今回ブルーティッシュドッグ専用のパーツも、いくつか付属してるんですが、この辺が今回の新規造形のパーツたちだね。主に右腕とか、あと背中のパックとかね。あとはもちろんフィアナのパーツが付属しております。この辺コクピットとか再現できるのは PS 版のみ。全体で見るとこんな感じになってまして、今日はこれをパチ組でサクッと組み立てようと思います。もう何もしないで普通に組んだらどうなるかというのをまた参考にしていただければと思います。塗装派や改造派の方も、ドノーマルでどうなるかをご覧ください。このシリーズパッケージは大河原邦夫先生なんですが、毎回このように AT バリエーションのピンナップも付属しております。あとおまけで、今回の PS 版初回特典としまして、このフィアナの、タッチポーズのフィギュア、こちらも付属しております。じゃあこの後組み立てに入りますが、今日は、ある程度組み上がったところまで一気に飛びます。はい、ここまでもう各部は組み上がって、あとはね、接続していくってところまでできました。ただもし初めて組むという方に、ちょっと注意点と言いますか、こうした方がいいよってところで言いますと、僕毎回この股関節の接続軸、これのこの差し込む部分、ここをね、結構安い掛けするんですよ。で、だいぶ細くして、で、この抜き差しがしやすいようにしてます。これ本当にウェーブのスコープドッグタイプの時は毎回やるんですけど、ここがこうやって下にスライドできるようになってるんですけど、何にもしないともうすごい硬くてなかなか抜けないんですね。だからね、これは先にやった方がいいと言っておきます。どのぐらいの太さにするかは、結構人それぞれ好みがあると思うんですけど、僕は削ってははめてみて、様子を見てまた削ってははめてみてみたいな、その繰り返しで調整してます。で、脚部取り付けてみますと、このようにね、引き出してスイングみたいなことができるようになります。で、このウェーブのシリーズは ST 版と PS 版っていうのがあるんですけど、 ST 版っていうのがスタンダード仕様なんですが、そちらだとね、このコクピット内部が再現されないんですけど、PS 版はこのようにコクピットシートとかフィギュアが付属してます。このフィアナも接着剤使わないでスナップフィットで組み立てられます。ウェーブさんのプラモデルも、もう今ではだいぶ組み立てやすくなってきましたよ。じゃ、シートに乗せて、で、操縦桿は別パーツ、この辺に差し込んで、で、このシート部分は胴体部分を組み立てた後で取り付けることができるので、つまり逆に外すこともできます。こうやって足を突っ込んでから後ろのシート部分を差し込む。これで OK。 次はハッチ、これは通すだけなんですけど、で、このハッチ部分に頭部をはめ合わせるんですが、ここが毎度毎度緩いので、僕はいつも接着剤を軽く塗ってます。ターレットレンズのこのレンズパーツは PS 版はクリアパーツが付属してて、で、 ST 版の方はシールで再現する仕様になってます。こんな感じで PS 版ってのは、ST 版に比べたら、各部少しバージョンアップしております。で、次は腕を取り付けますが、この軸の部分はボールジョイント接続になってます。ここ結構ね、はめ込み硬いんで、先にはめといた方がいいんじゃないかと。で、腕はこの軸に差し込むと、
まあ、今回はデザイン的に普通の手になってるのは左手だけなんですけれども、みんな大好きなアームパンチは再現できません。まあ、腕と足はそれぞれ部分的に分割されてますから、まあ、後はめできるようになってます。肩ははめ込み具合によって可動範囲が若干変わりますけど、まあ、それはまた後でやりますね。背中のパックの取り付けはいつも通り、はめてからちょっと下にスライドさせるというパターン。さあ、これで完成。右手の向きはこんな感じにしてみようかな。前腕部分だけ回転させることも可能。さあ、できました。スタンダードの ST 版の発売から半年ぐらい経ったのかな。僕はとりあえずそっちは買わずに、この SPS 版が発売されるまで待っておりました。可動箇所としましては、頭部のバイザー部分はこうやって開閉することができます。レンズ部分はこれ左右のスライドだけは再現されてるんですけど、ただ回転はできないんですよ。でも分割はされてるから、回転できるように改造する人もいるかもしれないですね。じゃあ次はコクピット部分、ハッチを開けてみましょう。ここは結構ね、緩いんですよ。すぐ抜けちゃう。ただ自分はあんまり気にしてないんで、このままにしてますけど。特徴的な右腕以降、このアイアンクロー部分はこのように稼働するようになってます。あとこのガトリング砲の砲身部分も一応回転させようと思えばさせられます。マガジンのパーツを差し込むこともできるようになってます。この機体設定上は脚部も改良されてるんですけど、特にこの後ろにね、このホイールが増設されてるのがポイント。ただ素で組むとここあんまりくるくる回転しないね。この走行向きではないな。通常のスコープドック用の足首のパーツが結構残ります。ノーマルのスコープドックだとね、本当はこのパーツ使うんだけど。背中のパックのところにも予備のマガジンが差し込めるようになってます。このマガジンは背中用ね、向きもありますので注意。関節も動かしてみようか。首はやっぱり回転するだけで、肩アーマーが当たるので、ちょっと横に開くのはこのぐらいかな。で、回転はもちろん1回転できて、肩の接続緩めれば、若干ボールジョイント稼働ができます。上腕のロールと肘の稼働がここまで。ノーマルのスコープドック用の右腕のパーツもこんな感じで余ります。あとやっぱりランナーの都合で右手首も少し残ったりしますね。左手の方はこの通常の握り拳と、あとは武器の持ち手がもう一種類ついてるんですけども、ちなみにこの手首部分の軸、これが4種類角度が違うものが用意されてて、これいずれか選んで組み立てる仕様になってます。何種類か組み替えて試してみたんですけど、やっぱりちょっと関節の可動範囲的にこの右手のマガジン部分を握ってみたりとか、そういうことはちょっとできなかったですね。こんな感じでね、いまいち届かない。腰の可動は回転のみ。そして気になる股関節ですが、開脚は結構真横まで開くし、ロールさせるための軸も備わっております。で、例の股関節の引き出し使うと、前後への可動も、だいぶ動かしやすくなりますけれども、これは後ろはね、膠着状態の時にも、この可動範囲が生きてきます。膝関節は、ここで曲げるのが正解かな。ちょっとこのアーマーが当たるね。で、ここまで曲げちゃうと逆に不格好かな。あと足首のスイングと前後の可動はこのぐらい。デザインの割には設置性はまあまあかなと思いますけれども、
とりあえずぐわっと足を開いたポーズなんかも、そこそこ決まると思いますけれども。じゃあ次はこの PS 版じゃないと再現できない膠着姿勢を再現していきましょう。股関節を引き出した状態で脚部全体を後ろに持ち上げる。そしたら膝のところから引っ張り出して、このぐらい伸びますから、ここの可動が PS 版じゃないとできない仕様になってます。ひとまずこの脚部のポジションが、正確な状態がね、あんまり僕よく分かってないんですが、説明書を照らし合わせながら、こんな感じになっておりました。さあこれで出来上がり。さっきも言いましたが、この体勢ができるのが PS 版のみで、だからウェーブさんの場合は ST と PS 版と2種類発売されているので、値段が安めで、シンプルなギミックの方の ST 版買うか、それか少し余計にお金出してこっち買うかと、そういう選択肢が用意されております。よし、じゃあここでキリコのスコープドッグを用意して。ちなみにウェーブさんのこのノーマルのスコープドッグは、これなんかね、3体セットのやつじゃないと、この完全なドノーマルのやつは手に入らないんですよ。それちょっとなって思うんですけどね。じゃあ今日最後はキリコをね、メッタメタにしてやりましょう。やれプロトワン。前回の雑談動画でもう僕バンダイさんの HG のスコープドッグの話もさせてもらったんですけど、あっちはどうやら、通常版の方はギミックが少し省略されてて、でオプションパーツセットを買うと、フルでギミックが再現できるようになるっていう、そんな話をちょっと見た気がするんですけど、なんかそっちの方が良心的な気もするよね。でもウェーブさんのね、この販売パターンももう分かってきたんで、ST 版買うか PS 版買うか、これから買う方は先に選択してから購入してください。あと僕の場合は同じもの2体目買うときは ST 版にしたり、そんな風にしてます。とはいえ、このウェーブさんのボトムズキットのシリーズ、ちょっと買うタイミング逃すと、なんかガンプラみたいにプレミア化しちゃって、前よりも買いにくくなったりするんですよ。なのでその辺要注意です。といった感じでどうでしょう。これからウェーブのボトムズキットデビューされる方の、参考に少しでも慣れていたら幸いです。いつもようにまた今日もコメントお待ちしておりますので、動画を見終わったら、ぜひまた何か書き残していってください。ちょっと返信はできておりませんが、皆さんのコメントを全部ちゃんと読まさせていただいておりますので。それじゃあ今日はこの辺でお別れしましょうか。次回も僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。